オリンピックの種目は大きく分けて2つあります。1つは組手競技です。組手のルールは8メートル ×8 メートルのコートの中で赤と青に分かれて2名の選手がポイントを取り合います。ポイントには難易度別で3種類のポイントに分かれています。一つは有効です。有効は主に突き技です。次に技あり、技ありは2ポイントです。中段蹴りなどを指します。最後に一本です。一本は3ポイントになります。一本の技は上段の蹴りまたは相手を足払いで倒しての突き技となります。8ポイント差がついた場合はその時点で試合終了または、タイムアップした時点で3分間の競技が終わった時点で、ポイントの高い方の選手の勝ちになります。型は四方八方の複数の敵を想定して突いたり蹴ったり受けたり飛んだり伏せたりといろんな流派によって持ち味があったりしてゆっくりとか速くとかそういうところが魅力的な型だと思います。審判の方の評価がテクニカルポイント、技術点とかが 70% で、アスレチックポイント、スピード、パワーなどが 30% を占めていて、それを評価されます。日本人でもあまり空手を知らない人が多いので、この今回の東京オリンピックを通じて、日本国内の人や海外の人に一人でも多く空手を知ってもらって、ぜひやりたいと道着を着てもらえるような人が一人でも増えると嬉しいです。